こんにちは、ゆっくり霊夢です。トヌシオリジナルゆっくりのアッコだ。どうも、トヌシでーす。それぞれでこの始まり方、結構久々ですね。確かにな、最近は目標達成失敗についてのディスりからスタートしてたからな。初見さんからしたら、何残っちゃって話ですもんね。ってことで次目標失敗したらどうなるか分かってますよね、ウプヌシ。怖い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 、その物騒なものしまってしまって。というわけで今回は、4500万ダウンロード記念ステップアップガチャを引いていくぞ。そうか、ブレソルは4500万ダウンロードいったのか。つい最近まで3000万ダウンロードだったのに。一体いつの話してんすか。今回排出される目玉キャラは、4周年記念無月イチゴ、4周年記念完全フォロー会イチゴ、その他はこの通りだ。完全フォロー会イチゴ、日和、ウの花、一角以外は持ってるんだけど、この中で一番欲しいキャラは、ケンパチかな。今現在必殺技レベルが4で、あと1体手に入れば特別能力抽選ができるからね。金茶ピも宝玉もない立場からすると、ぜひケンパチは手に入れておきたいね。ぶっちゃけ言うと、ケンパチと無月と未処理キャラ以外特別欲しいとは思ってないです。そんなこと言っちゃって、ユミチカばっか出ても知りませんよ。それは絶対嫌だから、これ以上言うのやめとこ。全世界のユミチカファンに謝れ。さて、早速聞いていくんだけど、今回はなんとステップ2からおまけがもらえるんだよね。だから宝玉がもらえる単発ステップ3と10連ステップ2までの計23連引いていこうと思います。さすがに霊玉がないのでこれ以上は引きません。宝玉欲しいなら玉電強化をやらいいのにな。最近の玉電強化は僕がちゃんとリンクレベルを上げてない属性キラーを適正にしてるから玉電強化に潜りづらくて仕方ないんですよ。だったら7石兵にやればいいのに。この人対等リーグのくせに弱くねって思われたくないんだよ。でも次の極限強盗は力属性のフォロー、死神キラーが適正だからピンクマの白火薬ガチャを引け、引きまーす。とその前に録画できてるか確認と。では無料単発から。次は単発ステップ2。解放の鍵がおまけですね。参りましょ。最後はステップ3。さっきクソ虫が言ったか、おまけは宝玉だ。来い、わっぱども。うん、まあ星5は出るわけないか。てなわけで10連に移りましょう。まずは無料10連。アブエロが俺に誇りを持たせてくれた。うん、星4か。ただ次は星5来てほしい。行くぜ、ステップ2。吹っ飛ばせ、立ち風。はい、来ませんでしたね。まあ、ケンパチは闇投げで出てくる方だし、無理に狙いに行かなくてもいつ風に入るっしょ。バトルも総対等リーグはまだ無理だけど、対等リーグならまだ生き残れるしね。時間が余ったから最後は適当に4周年記念イチゴ2体をお試しプレイして終わるぞ。ここまでご視聴ありがとうございました。良ければチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。ソヌシはグループメンバーを募集してるぞ。詳しいことは概要欄に貼っとくから見てくれ。宣伝は終わったしやっていこう。行くぜ。終わりだ。どけよ。じゃあ。行くぜ。じゃあ。どけよ。無月。これで分かっただろ。終わり。無月。
これで分かっただろ。邪魔だ。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。